皆さんこんにちは。今日は私が毎日必ず取っている飲み物について話をさせていただきます。私はミネラル22という水溶液を飲んでいます。なぜかというと、今の野菜はミネラルが不足していて体に支障をきたしてしまうので、肌荒れ等々のトラブルが発生しやすくなりますので、野菜で取れない22の成分の入ったミネラルの水溶液を取って若々しく元気に過ごせるよう努力しています。それが私が毎日必ず取っている飲み物です。ありがとうございました。